ビーチが乾杯。2023年11月26日、ここ明治大学駿河台キャンパスで第19回父母交流会がハイブリッド方式で開催されました。今年は西日本34地区のご父母の皆様、およそ1800名の方が来場されました。秋深まる駿河台は寒い一日になりましたが、スタッフのご父母、来場されたご父母、そしてパフォーマンスを披露したたくさんの学生団体やサークルの皆さんの熱気で熱い一日となりました。それでは当日の様子をダイジェストでご覧ください。
那もどこへ行きますかなんて言ったらちょっとねなんて言うんだ、気がつかねえんだろうな。あれ旦那だあの歩き方、気は据えてるのに足がついていかないからこんな前のめりになっちゃって面白い病院行け病院。3円、お釣りはいらない。そうですか、自分たちで運んでくださいね。もう二度と来ないでください、買い物上手、商売上手、さようなら俺50銭もらってっからこれ3円な。あなた何なんですか、おとりも怖いです。もうあの人うちで一番ボロい火鉢喜んで持って帰ってますよ。もう長い箱作ったんだ、そしたらそこに入れた瞬間その箱の端から端を行ったり来たり行ったり来たりするようになって、またこいつも元気を取り戻したんだ。もうね、四六時中もう行ったり、もうすごいんだよ、すごい。行ったり来たり行ったり来たり、長細い箱元気取り戻して、行ったり来たり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 してるんだよね。それで行ったり来たりするのをやめたなと思ったら、取ったり見たりと煮たり寄ったりした、煮たり寄ったりを取ったり見たりして食べてんの。もうか愛くて仕方がないんです。その他にもたくさんのプログラムが催されました。それでは中央に位置するアカデミー顧問から見ていきましょう。皆様こんにちは。父母による父母のためのオープンキャンパス第19回明治大学父母交流会を開催したいと存じます。ようこそ明治大学駿河台キャンパスへお越しいただきました。海外から大韓民国父母会の皆様もお越しいただいております。今日は一日この充実した、環境で子どもたちが、学ぶキャンパスライフを想像しながら、明治大学を十分に楽しんでいただき、子どもが明治大学のご縁でつながる親同士、私たちにとっても新しい交流の場になりますように、今日一日ご一緒に明治大学を満喫いたしましょう。明治大学学長の第六能でございます。様々な学生のたくさん盛りだくさんでございます。本日はたくさんのプログラムが組まれております。この成果を見ていただく、さらに最近アカデミー顧問やリバティタワー、グローバルフロントと学生さんが勉強している場を実際に皆さんの目で見ていただく、こういういいチャンスだというふうに思っております。ぜひ今日一日楽しんでいただければと思っております。本日はようこそ明治大学にお越しくださいました。明治大学が世界に開かれた大学、そして世界に発信する大学として未来に輝き続けてまいりたいと考えておりますので、父母会の皆様におかれましてはどうか引き続きのご理解と、そしてご支援ご協力を賜りますようよろしくお願いを申し上げまして、私からの挨拶とさせていただきます。本日の第19回父母交流会の開催、誠におめでとうございます。やっぱりなんかいろんなものを
実際に見たり、あとバザーとかやっぱ楽しいなと思って、あもう楽しい会なので、もう本当父母の方皆さんがこれを知ってもっと参加して楽しんでいけたらいいなって思ってます。ああ初めて来ました。あとても立派で楽しかったです、はい、今から見る応援なんか楽しみです。特にあの全国のあの父兄の方とお会いできたお話とかできたので、とても楽しかった、良かったですね。校舎だとかこの明治の建物とかに実際にこう来るっていうことが、そういう経験だとかチャンスってなかなかないと思うので、そこをこう、来ていろいろこう楽しめていいんじゃないかなと思います。やっぱり明治がナンバーワンです今日非常にこう人が多くてこう盛況で来てよかったなって本当に心から思います、はい、でやっぱり皆さんがこう気持ちよく一日過ごしてもらえるように、まあ、それだけですね。やっぱりこうみんなこう明治に対する熱い思いというか、やっぱり明治がナンバーワンという人もいましたし、まあ、なんだろうね、やっぱこう明治がみんな好きなんだなっていうのを改めて思いました、はい。隣接する地上23階のリバティタワーでも漫画研究会による大人気企画似顔絵コーナーなど多くの催し物が来場された皆様を喜ばせました。上手だし、来てくださった学生さんの感じが良くて、先輩が素敵な先輩がいて良かったなって、嬉しいなって思いました。本人よりもだいぶマシマシで可愛く描いてもらえて嬉しいです。もうとてもハッピーですね楽しいです。今日ですね、あいにくの天気でとても寒いんですけども、この似顔絵描いていただいてとても心が温かくなりました。学生さんとお話しながらずっとこう書いていただいたりして、そういう交流までできて嬉しいです、はい、違うタッチで。そうですね、はい、私はいいおじさんなんですけども、なんかこう若々しく若々しい ビアプロジェクトの公演ですとか応援団の応援を楽しみにしてます。街中にまずキャンパスがあって、で、大勢の学生さんが通っておられて、で、ここは景色も綺麗、ホールもすごかったし、演奏もプロ級っていうか、オーケストラも嬉しましたし、素晴らしい
まあ、その大学に通えてるなって感激してます。交流会で今日こういったことがなければ多分みんなで上京してなかったと思うので、このメンバーで来れたこともいいな。明治郎に会いたいです間近で望める展望スペースがあるグローバルフロントでは、坂道研究部による停車席などが催されました。今年も各キャンパス棟を巡るスタンプラリーを実施。完全制覇すると記念品をプレゼントしてもらえるということで、たくさんのご父母の方々も楽しそうに参加されていました。フルワのスタンプラリーで回って撮りました。かわいいんですおもてなしするスタッフも父母、来場されたゲストも父母、まさに父母による父母のためのオープンキャンパスのキャッチコピーの通り、全員が輝く素敵なイベントとなりました。東と西に分かれて、まあ、2年に1度の貴重な機会で、あまり大学に足を運ぶ機会のない父兄の方、父母の方、楽しんでいただけるようにサポートしていければいいと思ってます。普段見られなかったオーケストラとか混声合唱団とか、あと茶道とか似顔絵とか、なんかたくさんあるっていうのを聞いているので、そういうのを体験できたらいいなと思っています。他の地区の方も地方からいらっしゃってるので、そういう方とも交流ができて良かったなと思っています。お弁当も美味しいです。やはり他県との、今回も熊本の方と一緒だったので、熊本のお話をいろいろとお聞きしたり、まあ、逆に神奈川の紹介をしたりすることができました。ちょっと初めての参加だったので、どういうことをするのかもちょっとわからない状態で来たんですけど、まあ、行ける分だけちょっと見て回りたいなと思ってます。初めて来たんですけど、大学の雰囲気がとても良かったです。想像以上の良かったです。初めて来させていただいたんですけど、やっぱり父母会がある大学ってこんなありがたいことないなと思って、いつもありがたいです。娘のおかげだなと思ってそして大興奮の一日を締めくくったのは、明治大学応援団による圧倒的なステージ。会場は大きな拍手や手拍子で一体感に満ち溢れ、興奮冷めやらぬ中、第19回明治大学父母交流会はお開きとなりました。いや、楽しかったです。本当にみんなが仲良くやれて、まあ、子どもたちが一生懸命やってる姿を見れたんで、非常に大変楽しかったです。また機会があったら今度は3月も来たいと思ってますよね。はい、明治の学生の生き生きとした感じが間近で見れてすごく楽しかったです。非常にですね、元気のいい学生の姿が見れて楽しかったです。私の学生時代をちょっと思い起こしてみたんですけど、そのことと比べて全然今違うなっていうのをすごく感じて、まあ親子楽しくですね、まあ、学生生活を楽
楽しめてるなと思っておりますので、まあ、引き続きこういったあのイベントやってもらえればと思います。まあ、楽しかったです。いや、いろいろなんか学生さん頑張ってる姿見れて楽しかったです。とっても楽しませていただきました。いろんな方とお話もできて、他県の方ともお話ができて、あのとても素敵な会でした。今回初めてリバティの方に来させていただいて、あのとても楽しい思いをさせていただきました。あの似顔絵コーナーでは学生さんとあの会話もできて非常に楽しかったです。楽しかったです。うちも息子が生田キャンパスでこちらの方を初めて来させてもらったので、なんか都会的で全然違うんだなっていうのも分かって楽しく過ごさせていただきました。ありがとうございます。スケロク明治郎君が大変可愛かったです。学校結構見て回りたので良かったですね。驚きました。設備のすごさ。うちの子4回生なんですけど、最後の年にこうやって楽しい経験ができてとても良かったです。みんながこう一緒に会えるっていうのが一番いいのかなというふうに感じました。いや、もうなんか大学ならではっていうか明治ならではっていう感じを非常に、受けました。2024年は東日本23地区のご父母が対象です。次回も多くの皆様のご参加をお待ちしております。やっぱり明治がナンバーワン。やっぱり明治がナンバーワン。やっぱり明治はナンバーワン。やっぱり明治がナンバーワン。